はい、本日は、あ司法書士試験一発合格されました、鶴崎さんにお越しいただきました。あ一発合格おめでとうございます。ありがとうございますで。今日はですね、これから司法書士を目指される方、そしてまた今勉強中の方に向けて、いろいろお話を伺っていこうかなと思うんですが、はい、そもそも司法書士を目指したきっかけ、えー、これまでの,その法律学習経験の有無だとかも踏まえて、えー、何かお伺いしたいかなと思うんですが。 はい。えっ、ー、と、私が、えっ、ー、と、司法書士を目指したきっかけというのが、8年前に、えっ、ー、と、卓研を職業訓練学校で取ったことがきっかけで目指すようになりました。はい、職業訓練学校で、えっ、ー、と、卓研の講師の先生に法律の面白さをいろいろ教えてもらって、うん、それから、その、できれば司法書士、法律関係の職業に就きたいと思って司法書士を目指しました。 あの宅建からずいぶん間が空いたんですが、はいはい、そこでまああのなんかその間、ずっとなんか資格の勉強をしたいかなというのは考えていらした感じですか、ね、えとそ,のその間は別の仕事、えーとまあ、総合職をやっておりまして、その仕事で忙殺されていたので <laughs> <laughs> すぐには資格の勉強というふうにはならなかったので、うん、ただったらぼんやりとその まあ、胸の底に法律の仕事をしたいなっていうのは思ってました次何か自分でとかその一生の仕事っていった意味では働きながらあの勉強スタートされたわけですが、はい、あのその時にまず独学っていう選択ってありましたあいえ全くありませんでした、まあ、その当時あの法律のね先生について習ったっていうところで。はいはい じゃあ、はい、その例えば、使用書士勉強を始めるに際して予備校選びだとかに関しても、た、はい、たくささん検討されましたあはい一応、一通り、えー、とん。で例えば、その中で、まあ、結果、レックを選んでいただいたことになるんですが、はい、何かそのレックを選んだポイントっていうのはあります はい、えっ、ー、と、合格者が多いっていうのがまずありまして、はい、その時にあと YouTube で、あの、はい、佐々木先生があの一発合格の方と対談してるものをよく見てまして、はい、えっと、過去に1位合格された方との対談の中で丁寧にお話しされてたので、はいはい、はい、もうできればその佐々木先生に教えてもらいたいなと思って、ありがとうございまました。 はいであの結構ね、その通信であの私の池袋の通学じゃなくても通信で受講されている方でもあの私とマンツーマンでインターネット上でやり取りができるっていうのをあの鶴崎さんと本当にたくさんメッセージのやり取りはい質問相談だとかっていうのを通じて、はい、あの、うん、学習状況を私も把握しているつもりではあるんですが。はい あの過去の一発合格者の中でもその過去のその一発1位の,その問田さんという方その方と匹敵するぐらいストイックなあのがむしゃらにものすごい頑張ってらしたのであのこの方は一発合格するわよって結構最初のうちから私は思って質問だとかいろいろやり取りもねお電話で話したりもしてたんですけれども。 でその中で、一発合格、まあ、もちろんめちゃめちゃ頑張ったとっいうところがあると思うんですが、一発合格した秘訣だとか、はい、あと具体的勉強法で後輩の方の,メあの何か、ね、助けになれば教えていただきたいかなと思うんですが。はいえー、とまず最初にやっぱり一発合格するぞっていう決めたことですね。うん、でその上で、えーとあの合格、一発合格した方の体験談を分析しました。体験談に共通すること。 を自分で取り入れるようにして、うん、その上で勉強方法を分析しましたね。分析してあとは世の中の勉強法を勉強してそれを取り入れるようにしました。はい、で、えー、とその上で大事なことは、えー、とスケジュールは送れないように必ずする。そうですね通信の場合ってねあのあの行かなくていいって言った意味では楽なんだけれども逆に言うといつでもいい。 はい、ずるずる遅れてしまう方いらっしゃるんですがそこはもう配信通りに受けるっていう感じですかね。あそうですね日曜日に配信があったので、うん、必ず日曜日中に消化して、うん、えと月曜日は復習をして、うんえー、で各問は火曜日水曜日木曜日ではい、はい、先生がおっしゃったとおり30丸、うんまあ、できれば、えー、と30丸できなくても20丸がつくように。うん といてで金曜日と土曜日で過去のものの復習あすごいです、ね。なりまずそのスケジュールあのまあ一週間単位でスケジュール構成してくださいって私はよく言うんですけれども、はい、その翌週に持ち越さないはい、ね、そうですねね当時スタート時には、はい、その地方の通学も通ってらしてはいで途中からもうウェブ通信オンリーに切り替えられたじゃないですかはい、はい、それなんでですかえっと最初はえー、っと 通学うん。じゃなくて、えっ、ーと,えーと,えー、と、お仕事と両立してやっていたので、うんうん、えっと、それをやっているうちに、その通勤時間、うん、通勤じゃなくて、学<れ>通学、通学学通通時間学通学、ねうんはい、が、ちょっともったいないなと思うようになって、うん、仕事と、通学通学通勉強を両立するには、通学通学通、うん、通学は難しいなと思ったので、通学、はいうんはい、切り替えました。学通学通学通学生クラスでもそういった方いらして、 何が何でも全部通学っていうのを、はい、あの最近それを必須にしてしまうとかえってね、はい、あの勉強時間だとか学習効率っていった意味では、ねはい、一時停止しながらっていうのもね通学ウェブのメリットだと思うので、はい、あの通学である程度ペースをつかんだら、はい、あの途中から通信に切り替えるっていう選択肢も、はい、あのそこは一つうまくう、ね、切り替えられた方じゃないかなとは思います。はいはい であのその中で具体的勉強法として、はい、あのまず会社法が苦手だったと過去の一発一位の戸井田さんも会社法が最初すごく苦手で <laughs> はい、はい、彼女も会社法の土地や辞めようかと思ったでもお二人とも、ね、見事攻略されて、はいはい、で具体的に会社法ってもともとみんなあの手こずる科目ではあるんですね、はいはい、具体的にどうやって攻略していきましたえっとまず えっと、わからないことは、その、自分で表を作ったり、佐々木先生が、の、講義ノートがあるので、それを使って、その、一個一個条文を比較するようにしたり、えっと、あとはですね、レックさんの、あの、六本に条文の趣旨とか書いてたりするので、それをうまく利用して、えっと、比較するようにしたりしていくうちに、だいたい、んだんと、あの、理解が進んでいって、 はいあのー、会社法を克服することができるようになりました、ね、あの私のクラス、各科目で満点目標のトライアルテストっていうのを実施しているんですが、はいあのね、その一問一答形式で満点取るってね、使用書試験の科目って、語志択一で組み合わせでわからない質問があっても答え出せちゃうこともあるんですが、はいはい、一問一答で満点って結構ハードル高いんですが、こ、ね、れ、満点取りましたよね。 会社、はい、法は満点取りました、ね、あのその一問一答形式のトライアルテストで満点あの最低9割取ってくださいっていうのを全科目でやっててであのその満点取ったっていうのはすごくそういった意味で会社を攻略できた大きな自信になったと思うんですがもともと民法の時と不動産登記最初の2科目で。 満点目標にしてたけど満点取れなくて悔しすぎて結構私覚えてるのが「あの事前予告の満点」っていうのがかっこいいなと思ったんですがそれはね今の受講生さんにもこういった方いらしたのよ「あなたたちも続いてね」っていうのを結構言っててですね今年もあの会社でそのね鶴崎さんの勉強方法だとかそのストイックさっていうのを後輩に伝授して。はい 会社でで満点が、ワンサが今年出たんですねあ。そうなんですね。なのでもうそこ、はい、後輩たちの目標にもなってると思うんですがあ,ありがとうございますそういった意味でじゃあそのトライアルテストっていうのは一つ何か目安にはされてたと思うんですが毎回、はいはいで。そこであの会社がじゃあそのトライアルテストで満点取れて一つ何かちょっと攻略したかなっていうのも自信になってた感じですかね。 あ,あそうですね。あの節目節目のテストではあったんですが、うん、それをモチベーションにして勉強してきたので、うん、自信にはなりました。割とね、その生クラス、池私の方の池袋生クラスの方の、できない方の点数っていうのも、割と私も積極的に伝えるようにしたし、はい、うんなので、通信でも割とその、 ね、他のライバルを意識した勉強っていうのはうまくそこはあの取り組めてたかなと思います。あはであの,その今年一発合格された他のこちらの池袋の方も、はい、その常時伝えてたので、はい、あの通信の強者がいるのよ <laughs> <laughs>、はい。でその方も一緒に一発合格できてよかったですごく喜んでました。あああ動画拝見しましまたあはい <laughs> あとですね,その、まあ、ねかなりストイックに勉強されてたんですが勉強時間はいマックス何時時間間ででででした最最高高ぐらいですか、ね、すごいですねさすが。私も一発合格じゃなかったんですが私もそうですねマックス11時間55分っていうので1日もう勉強漬けっていう日あったと思うんですがでもジョージ 一発合格しか考えなくて、かなりストイックに勉強されてたんですが、はいはい、何か反省点というか、こうしたたかったなっっなてていう振り返りってあり返あますえと私はあの最初はあのお仕事と勉強を両立するために、ストイックに勉強してたんですけど、ちょっと <laughs> そのせいで睡眠時間がですね、うん、だいたい4時間とか5時間の日が続いた。 せいだと思うんですけど、うん、そのせいで、えー、っと8月ぐらいに体調を崩したんですね。うんうん、で、そのせいで。勉強開始して1年ぐらいですかね。あ、そうですね。うん、崩してしまって、ちょっとそのせいで、ま、体調を崩したせいで勉強に影響が出てしまったので、可能であればもう最初からそこは、睡眠時間をきちんと確保して、ちゃんと勉強から離れてリセットしてお休みするっていう、うん、ちゃんと寝る。 いうまあ、そこまでしなくても睡眠時間をきちんと取る、うんで、あとメンタルコントロールをきちんと把握する。自分もあの意識しないうちに、うん、あの自分自身を追い込みすぎてたのかなとは思ってます。うんうん はい、あのそれもね、あの割ともう積極的に今の後輩たちに伝えているんですが、これから勉強開始される方も、そこは意識していくといいんじゃないかなと思います。はい、ではあのそうです、ねえー、少女試験って、その択一、マークシート形式の問題と、はい、記述、登記の申請書を書くっていう具体的な事例形式の問題があるんですが、はい、記述って最初から得意でした あ、いや、全く得意ではありません。試験でもすごく記述ね良かったじゃないですか。うんうんうん。そうですね。そう <laughs> そうですかね。うん良かったです。はいありがとうございます。で、あの記述まあ、割と私も直前期ずっとテストの点数あの毎週報告いただいてましてはいはい、あの最初から卓一はすごく直前期なんか点数良かったように思うんですがはい。はい、記述で直前期どうでした。 気絶は点数がいいときと悪いときで結構安定しなくて、うん、これは本部世間で点数を悪いパターンに当たったら落ちるねその波ね。うん、なので、そこは攻略するように努めました。どうやって攻略しましたえと期日の解放が、うん 当初確立できてなかったんですね。そこは佐々木先生の記述の,のベーシック講座を見たり、あるいは YouTube に上がってるレッ,プレックの先輩の解放の仕方を見たりして、自分の解放を確立しました。問題解いてそれを 復習するときに、このときどうやってやってたらいいのかなっていうフィードバックして、はい、の次回の演習に活かしてっていうのをずっと繰り返していった感じですかね。あ、そうですね。まあ、なので、その、ばかず解きまくるだけではなくて、はい、その復習時に解き方を意識するっていう知識を入れるだけではなくてっていうのを心がけていった感じ。はい、そうですね。それすると直前にもう超直前期には、もうそのミス、乱高下がない感じになってきましたかね。あ、そうですね。あ、もう全部じゃあ攻略して、満を持して本試験臨んだ。 結構その、私も本試験後に、ね、いろいろお話を伺った時にもう、はい、あの文句のつけどころがない感じであの、ね、全部高得点であの合格されたんですがじゃあ、ちょっとこれから使用書試験目指そうかなっていう方、はい、そしてあの、ね、もう勉強中の方に向けて、はい、その先ほどのちゃんとあの寝た方がいいよとか。 以外にも何かメッセージがあればお願いします。はい。えー、っと、地方組織試験は、えー、っと、一発合格を目指して、えー、進むあの長距離チョ長距離マラソンみたいな感じなんですね。うん、で、えー、っと、自分自身の,の体のコントロールと、メンタルのコントロールが肝になるので、えー、っと、そこは、 と日頃から意識して、なおかつ、その過所分時間をできる限り勉強に充てて、うん、モチベーション高く、その最後まで諦めずに済んでい,っていただけたらと思います。はい。ではあの、これからね、またその使用書士研修とかありますが、はい。立派な、かっこいい使用書士になってくださいね。はい。ありがとうございます。はい。また、あのね、ちょいちょいご連絡取り合って、あの、はい、緊急報告してください。はい。今日どうもありがとうございました。ありがとうございました。